初めてのヒッチハイク夏の大冒険スペシャル。脱サラして1ヶ月、車を売っていたが YouTuber として動画を出し続ける男の姿が、大阪駅の高速道路入り口の近くにありました。どうしているかというと、初めてのヒッチハイクを繰り出すことになったのです。初めてのヒッチハイクに挑戦するのは YouTuber の牧彦くん。本田圭佑選手のモノマネとサッカーで面白いことをするしっかり者の24歳です。今日は大阪から東京まで人生初のヒッチハイク、うまくいくか不安です。乗せてくれへんの？それは無理だよ。俺ならできると、俺なら車を止めれると、そう言い聞かしてますよね。見ててください、今から止めますんで。あらあら、悔しがってます。なかなか止まってくれないから、本田圭佑選手の要素を出し始めた牧彦くん、なかなか見つかりません。メルセデス、はい、5人乗り、4人乗ってます、頼みます、頼みます。ついにはしんどくてふざけ始めた。いやいや、アウトランダー来たよ、アウトランダー来たよ、はい、5人乗り来たよ、5人乗り来たよ、5人乗り来たよ、5人乗り、お願いします。笑おう。でやん、こんなに両手くっつけとんのにちょっとずれとったんかな。あらあら、ついには日本代表の服を着るという禁じ手を使いました。誰にも内緒でお出かけ。ふざけるのはやめて真剣にヒッチハイクをし始めました。誰にも見られず。一組目は親切なおじさんたちに乗せていただきました。お疲れ様です。見てください、スイタつけましたよ。乗せてくれた方たちがあっちです。ありがとうございます、ありがとうございます。では引き続き行きますんでお願いします。マキータちゃん、車の見送りはしっかりしている。さすが元リーダー。京都入りました。スイタサービスエリアから2分で2組目が見つかってよかったね。綺麗な緑を見ながらの移動、気持ちよさそうです。婚約中のカップルにスイタから土山サービスエリアまで送っていただきました。ありがとうございます。再び到着から5分、3組目は同い年の夫婦に乗せていただきました。素敵な夫婦に刈谷サービスエリアまで乗せていただき大満足。ヒデさん、ミヨさん、ありがとうございました。ありがとうございます、乗せていただきました、ありがとうございます。これ動画になるんで、ありがとうございます、ありがとう。あれれ、カメラマンが牧彦くんを見失ってしまいました。どこにいるのでしょう、心配です。おーい牧彦くん、道草食ってる場合じゃないぞ。そんなところで何しているのかな。どうやらヒゲが気になっていたみたいです。いやっと降りてきた。東京まだちょっと遠いな。気づくのが遅いぞ。カメラマンも心配そうに追いかけます。牧彦くん偉い、時間がない中でもファンの方へのサービス精神を忘れません。ヒッチハイク頑張ってください。ほんま日本人優しいな、ほんまにみんな止まってくれるよ、みんな止まってくれる。怒らない怒らない、大丈夫だぞ。3時間かけてようやく4組目の方に乗せていただきました。疲れ切ったようです。そうです、スイッチを入れ直して。
何を言っているのかわけが分かりません。なんと4組目の方は有名ロックバンドのもしもの方々に乗せていただきました。さらには東京まで送っていただくことに。よかったね、牧彦くん。なんと神奈川に入ったところで頑張った牧彦くんにご褒美かのように花火が。牧彦くん、本当によく頑張ったね。最後の方にお見送りをした牧彦くん、事務所で待っている磯川さんの元へ行こう。磯川さん、心配そうに待っています。牧彦くん、ゴールはもうそこです。ただいま。わあ、やっとや。疲れた。ほんま疲れた。ドレミファソラシド。やっと終わったな。ふう、疲れた。ああ、やっぱりな。